ミチエシュニュパブリーズ CM で平野仕様の後継者的ポジションを担うジャニーズの新たな展開に注目。皆さん、こんにちは。今回はジャニーズ界での動きについてお伝えします。ミチエシュニュがパブリーズの新 CM に出演することが明らかになりました。この出演が元キングプリンスへの平野仕様から引き継ぐものとして注目されています。 一方で平野ファンの間では複雑な声も聞かれます。それでは詳細を見ていきましょう。ジャニーズ界において新たな展開が動き出しています。道江春優が P&G ジャパンのエアケアブランドパブリンズの新 CM に出演することが発表されました。 この出演により、道枝が元キングプリンスへの平野仕様からポジションを引き継ぐこととなり、新たなエースとしての地位を確立する可能性が浮上しています。新 CM は情報番組などで先行公開され、道枝は北斗賞佐々木健介が演じる夫婦宅のハウスキーパー役として登場しますマッス。 また、前任の平野から受け継いだなセリフや役柄を引き継ぐことで、道枝の新たな役柄が注目を集めています。道枝フからは喜びの声が広がっています。新 CM に対する祝福のコメントが多数寄せられています。特に、ハウスキーパー道枝くん、キラキラの笑顔で可愛い、といったコメントが目立ちます。 しかし、一部の平野ファンからは複雑な反応も聞かれています。これは、平野のファンの中には彼の続投を期待していた人々が多かったためです。平野仕様は、過去に、パブリンズの CM で注目を浴び、ジャニーズを退場した後も CM が放映され続けていました。しかし、今年7月に滝沢秀明氏の新事務所、 飛べへの合流を発表し、平野の CM は終了するとの見方が一般的でした。しかし8月に入っても CM が放映されていたことから、飛べ入りした平野と再契約したのでは、との憶測が広がりました。このような状況から、平野ファンの中には再契約の可能性を期待する声も聞かれました。こうした状況において、 平野の CM が公式 YouTube チャンネルから削除され、新たに道江が起用されたことから、平野の契約は終了したと考えられています。道江春優は、今年の日本テレビ系チャリティ特番、24時間テレビ、うちのスペシャルドラマ、虹色のチョーク、で主演を務める予定です。 一方で、平野仕様も過去に24時間テレビのスペシャルドラマで主演したことがあり、この縁からパブリンズの CM を引き継ぐ形となったことが注目されています。こうした展開から、ジャニーズ事務所が道江を平野仕様の後継者と位置づけているのではとの見方が浮上しています。また、スノーマンのメグロハスも平野の後継者候補として注目されています。 平野が過去に出演していた後成の CM では、今年はメグロが起用されたため、彼らの間にも新たなポジション争いが存在することが伺えます。ジャニーズ事務所としては、平野仕様の抜けた穴を埋めるべく、道江春優とメグロハスを新たなエースとして抜擢したと思われます。しかし、これに対しては平野ファンからの反発も出ているようです。 エイヤファンの一部からは露骨な後釜作りとの意見も聞かれます。ただし、平野仕様は近いうちに本格的に芸能活動を再開するとの見方があり、CM 界でも再び活躍する可能性が高いです。彼の存在は広告業界においても大きな魅力となることでしょう。結論。 ジャニーズ界において、道へ主流のパブリンズ CM 出演が注目を浴びています。これが平野仕様からポジションを引き継ぐ形として捉えられており、新たなエースの台頭が期待されています。一方で平野ファンからは複雑な反応も聞かれ、今後の展開が注目されています。 ジャニーズ事務所内でも新たなエースのポジション争いが繰り広げられており、これからの動向に注目したいところです。そして、平野紫耀が再び芸能活動を本格的に始めることで、広告業界でも彼の活躍が期待されます。ジャニーズ界の今後の展開に皆さんもご注目ください。